はい、東京カメラ、はい、139歩ぐらい雪、見てみましょう。大雪の東京を、夜スナップしてみます。はい、何してんでしょうね、我々ね。冒険、冒険ですね。はい、はい、勇者2人が、旅に出ます。はい、もう結構積もり始めてますね。ちょっと早速この足跡なんか撮ってみようかな。あ、はいはいはい。はい、ありがとうございます。これね、今日のカメラ守り装置。カメラ守り装置、猫さんいませんね。あのね、絵描いてないですね。捨てることになると思うからね、描くと辛いから。あ、今日はなしで、はい、はい、じゃあ帰ったら描きましょうね。はい、足元滑りますね。はい、気をつけよう。で、どうしましょうね。一旦信号渡ります。ここ、公園が積もってるといいんだけどね。あ、そうだね、芝だったらもうある程度は雪積もってるかもしれないですね。どうしました、どうしました、どうしました。カメラ守り装置がカメラ守れてないのよ。どういうことですか。ふわってしちゃって。今回の仕様はちょっと違うんですね。そうなの、今回でかぶせてるだけなの。どういうことになってるんですか。だからそうするとふわってあの、転ばないように、あの、人の迷惑にならないようにしましょうね、とりあえずね。成功ですか。はい、カメラ守れてる。前を歩いていた方の傘が崩壊しました。急にびっくりしましたね。邪魔でしょ。それで風がふわーってきて、あーってなって、もう全然もう大変。あー、もうボロボロよ。まだ家出て15分ですけどね。出直しますか。でもなんかさ、もう一回帰っちゃった。もう出たくない、ね、そうだね、出たくなくなりそうだ。寝ちゃうよ、ね、そうだね、じゃあ頑張りますか。じゃあ頑張ります。カメラだけ壊れないように、はい、壊れなかったら勝ちみたいな。うん、でもね、そちらだけじゃないんですよ。こちらのカメラの方が壊れそうなんですよ。大変。はい、こっちの方は全然防水の機能ないんで。あれ、じゃあ頑張ろうね、お互いね。それ頑張るんだ。もうすっかり、あの、カメラ守り装置からカメラ出すこと自体がもう面倒くさくなってしまっていると。いかに守れるかっていうことが大事になる。ちょっとさ、なんか切ってみようかと思うんだけども。もう完全にダメな人になってますね。
ちょっと下手くそ写真が先に言っとこう。一回閉まったんで出さないかと思ったんですが、出すんですね。ちょっと出すよ。わお、綺麗よ、わお。よし。ピント合ってるかな。今日はちょっとピントが甘くても許してください。落ちるとこ取らなくていいですか？無理ですね。落ちる。あ、1枚くらい途中のやつありますね、今ね。まあ、ちょっととりあえず一回しまいましょう。一回しまいましょう。お店の方、ありがとうございました。よし。よし。え、あ、ポストですか？この T のやつとさ、雪ちょっと撮ってみようかな。ちょっとドクターごめんね、じゃあ見せてみる。あれ、すごい風です。あの、それもはやただの買い物袋になってますね。そう見えるでしょ。違うのよ、カメラ守り装置。守ってる、守ってる。守れてますか？守れてると思う。うん、そうかそうか。あれ撮りたい。あれ、なんかありました？うん、ご覧の通り風かなり強いんです。もう電車、よし、ありがとうございます。パワー手袋欲しいですね。うん、あ、なんかボンって言ったんだ。何、誰？え、あ、わかりません。だんだんちょっと雨っぽくなってきてませんか？いや、全然なってませんよ。ただの吹雪です。吹雪具合、皆さんにもちょっとご覧いただけるような角度にしてみたいと思います。とりあえず、よし。ありがとうございました。あ、傘重いですね。雪がなるべく新
ところを踏んでいく感じかな。あ、なるほどね。あの親子連れでちっちゃい子供が、あの新設みたいなところをサクサク言いながら歩きたいらしくてですね、なるべく新しいね、踏んでないとか気持ちはよくわかる。あの網のとこ綺麗じゃない。ああ、はい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 、そうなんですね。あんまり雪が入っちゃうとまずいけど、遠くからもう一歩ちょっとお邪魔します。すみません。あのこれ傘をですね、バサバサやらないとですね、ちょっと重たくて持ってられないんですが、すぐ積もっちゃうね。なんかカメラがもう変な方向いちゃってますね。あ、戻りましたね。いやいやいや。あのどう見ても買い物帰りなんですよねこの人。え、もう一回やってほしい？え、何をですか？カメラ守り装置。はい、以上です。いやあらあら、こんなん素敵じゃないですか。これも氷になって、あ、あら、これ桜ですかね。しだれ桜ですね。ありがとうございます。親切ですね。グググッと。ちょっとさ、徳さん、足跡この辺でさ、二人の足跡つけようよ。どの辺ですか？すごい先ですか？まっすぐ行って歩こう。ああ、行って戻る感じですか？ちょっと一回歩いて。これ難しいですね。よく歩いて。で、振り返って写真撮ってみるわ。ああ、そういうタイプ？うん、あ、でもこの傘の足元のこの傘が素敵って言ってるのに加藤さんは聞いてくれません。ちょっとごめん、先一回こっち取っとかないとと思って。徳さんごめん、もうちょっとか。あ、邪魔なんですね。私の徳さんと加藤さんは沖縄を持っていて、ちょっとしろ、あ、カメラも森装置が入ってきた。ああ、傘が重たいよ。綺麗だね。本当ですね、綺麗ですね。なんかちょっとさ、なんかこう京都に出向きたような感じじゃない？得しちゃいましたね。ちょっと
梅の花どうなってるか見に行ってみましょうか。あ、本当だ、凍ってる。これ映ってるかな。すっごい綺麗です。いや、これは寒かろうに。でもね、みんなお帽子かぶってるからね。そうですね、お帽子いただいてますからね、みんなね。ちょっと大変ですけど、頑張ってください。出してても頑張ります。庭しか撮れない写真ですからね。あ、ちょっとやる気になってきましたね。うん、これ綺麗なのやっぱ見せられちゃうとさ、頑張んなきゃと思うよね。あのですね、もう手がびちゃびちゃでですね、あの手袋が凍りそうな状態になってきましたね。あのちょっと手が痛いです、もう。あー、よし、ありがとうございます。あのメンタルがですね、だんだんこの雪に慣れてきた感じしますね。強メンタルになってきたね。そうですね。さっきも始めたばかりの時にはやっぱりやめて、雪が止むまでもう家に戻ろうかって言ってたんですが、でも家帰ってお風呂入って寝ちゃうかと思ったんだけどね。だんだん楽しめるようになってきましたかね。なんかちょっと雪が弱くなってきたせいもあるかな。弱くなってきてますか、これ。ちょっとなんていうの、さっきなんか思ったのバーッてなってなかった？それも含めて強メンタル？うん、そうかもしれません。滑ったよ。あの3日ほど前にですね、全くこの同じ場所を加藤さんと歩いて東京カメラやってたんですけれども、いやいや、随分と景色変わりますね。あ、なんか除夜の鐘でも鳴ってほしいぐらいの、そんな雰囲気ですね。鳴らさせていただきましょう。ゴーン、はい、以上です。そこだけ息ぴったりです。シマシマかわいいね。シマシマですか。
お父さんも上がおり、まいやふー、まいやふー、まいやふー。はい、お不動さん怒りますんで、それぐらいにしてください。お不動さんも一緒に、まいやふー。感じしますね。また全然違いますもんね、雰囲気がね。ちょっと旅に来たみたいだね。そうですね。家帰って温泉入りますかね。うん、上り口はもう閉まっちゃってるみたいなんで、ここまでしか入りませんでした。お、雷？何？びっくりした。びっくりしたね。あのお不動さん怒ってますよ。怒ってるの？歓迎じゃなくて？うん、歓迎してんのかな。雷。びっくりしたね。雪の時って雷鳴るんですか？ちょっとわからない。初めてだね。そうだね、生まれて初めて雪と雷。いやびっくりした。空が一回ピンクになったね、紫のものね。そうだね、綺麗だったけど、どうする？あのこれから臨死の森まで行って、広いところにポツンって立って、あの一面の雪景色を飛びに行こうかと思ったんですが、うん、雷にだけは打たれないように。そうだね、雨に打たれ、ね、雷に打たれしながら、ね、いやダメだってば。あ、びっくりした。ダメだよ、怒らしちゃうか。どうじゃん。ノリノリなんだよ、お不動さんも。ああ、さっきのね、のまのまね、力強いね、ダンスがね。まいよふー、まいよふー、まいよふー。わっ、雪がレンズに、雪がレンズに、レンズに雪が、雪がレンズに落ちてきましたね。ちょっと鳥また撮りたいですね。あ、そうなんですね、うん、その何な2年ぐらい前の時もね、私が撮らせてもらった。あ、徳さん大丈夫？あ、大丈夫ですよ、私邪魔になってますか？大丈夫ですよ、こちらはね。あ、これはまたいい感じの鳥ですな。また雷鳴っております。ありがとうございます。なんかこれがひょうにならないといいですけどね。傘破れちゃうし痛いよね。痛いでしょうね。ここからだとちょっと帰るの大変ですもんね。大変。カメラちゃんですよ、く頑張って。おお。これは貴重な映像ですね。
ど、あの2人の最後の映像にいいんじゃない、それはそれで。もう雷にさ、やめてください、雷属性ね、転生できるんじゃない。ああ転生するんですね、うん。よし、ありがとうございます。綺麗。雷はびっくりしちゃうね。そうだね、怖いね。おお、ちょっと素敵だね。撮ってみようか。お願いします。あの後ろ見てますんで、はい、まあ、車なんか通りはしないと思いますけど、こんな日に。手前じゃないですか。氷じゃないですかね。氷かね。ありがとうございます。よし、はい、でもこれはさ、はいはい、東京の雪景色皆さんに楽しんでもらえたらいいね。ああそうですね、雷落ちないといいです ね、 ね、我々にね。帰れるといいね。まず桜どうなってるかね。ああそうですね。うわ、やめた方がよくないですか。まだ遠いんじゃない、ピカーからのフローがちょっとある。あ、お客様います、います。え、あの我々以外にもいらっしゃいます、いらっしゃいます。アホがいるんですか。仲間だね。仲間ですね、アホ仲間ですね。仲良くなれそうですか。なれるんじゃない。はい、じゃあよかったですね。いや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 、おお雪になってますね。桜見ていきます。あの真っ暗で本当に一部だけちょっと、あ、これ綺麗ですね。ちょっとつぼみがこの間来たよりも大きくなってます。ちょっとピンクの色が見えているような気がしますね。もう顔凍りそうですね。凍ってますね。はあ、ちょっと凍ってるっぽいですね。行列回ってないですね。カットンデッドかね。うん、いやでも綺麗ですよ、とっても。綺麗だね。おどうだか見てみましょう。はい、ありがとうございます。この広いところ、はい、そんなに思ったほど積もってなかったので、ね、あのこれくらいにして、はい、移動したいと思います。はい、今ゴロゴロ言ってるのは雷ですね。ありがとうございます。怖いね。なんかちょっと雨っぽくなってきましたかね。雨っぽくなってきた。なんかあの雷とかこれなんかのサインだったんですかね。ねえ、
頑張ったね。はい、まだ終わってませんけどね。あ、まだ終わってない。はい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 。雷がだんだん近づいてまいりまして、閃光からあの音がゴロゴロするまでがですね、もう1秒なくなってきたんで急いで帰ろうというそんな話になっております。逃げ切れるかね。いや、逃げ切らないとまずいでしょう。はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。いや、久しぶりの雪でしたね。ねえ、ちょっとなんか楽しいのと大変なのと気持ちがぐちゃぐちゃだったけど、まあ、結果楽しかったね。そうね。ああ、帰ろう。